だいぶ登ってきました。ずっと登りでやんの。はい、ただいまね12時16分になります。これで坂道かと思ったんですが、またかな。そんなにね高いわけではないと思うので、ある程度登れば次はね下りに変わるとは思うんですけど、でちょっとね暇なので簡単に伊豆大島のお話をしていこうかと思います。伊豆大島って沖合120キロにあるんですよね。で竹芝桟橋、東京のね竹芝桟橋から行くより、熱海から行った方が時間が早いのかな。熱海だと45分ぐらい、竹芝桟橋だとジェット船で1時間半ぐらいかかると思います。まあ、熱海からだったら本当にねあっという間でしたね。一瞬うたた寝したかなぐらいのそんな時間で着きました。でこの伊豆大島の歴史なんですけど、そうだね話したいところなんだけど上りになっちゃった下りかと思ったのに。はい、ということで伊豆大島の歴史についてはアフレコでお願いします。元気になった藤原さん、どうぞ。はい、それでは簡単にね伊豆大島の歴史についてお話ししていきたいと思います。伊豆大島は歴史ある島であり、鎌倉時代以降は島流しの場所として使われていました。島の中央にある三原山は今でも活火山として活動していますが、もともとは3つの火山だったそうです。3つの火山は繰り返す火山活動と波によって削られ次第に小さくなっていきます。しかし数万年前にすぐ近くの海底で新たな噴火が起こり、何度も繰り返すうちに3つの火山の残骸に覆いかぶさり伊豆大島が誕生したそうです。やっと分岐がありました。このまままっすぐ進んでいくと、目的地の方ですね。で右側に行くと、これはどこに行くんだ。アジサイレインボーラインっていうところですね。ここか。先進むか。はい、これ映ってるかな。今ですね、この岡田港からずっと秋の浜を越えて、切り通し通っていって、大島公園、この辺りかな。で、アジサイレインボーラインっていうところに行くか行かないかなんですけども、ちょっと行かないです。本当はここ登って行って、この裏砂漠ってね行ってみたかったんですよ。でも結構遠そうなので諦めてこっちから行こうかな。下って行って目的地に行きたいと思います。はい、今ですねここテキサスハイキングコースというところみたいなんですよ。これに登って行って、三原山の方に登っていくと思うんですよね。ここ 3.4 キロ、55分ですね。55分かけて、三原山の方に行ける感じかな。1時間か。伊豆大島はそのダイナミックな火山地形のため、自転車ロードレース向けのヒルクライムコースやウォーキングコースがたくさん用意されています。このテキサスコースを少しだけ登ってみましたが、山頂付近は天気も変わりやすく、すでに疲労した足で登頂してもその後キャンプ地まで行く体力がなくなりそうだったので、今回は途中で断念しました。
ちゃ降ってるやん。ちょっとこれは、これは雨宿りだわ。あれ、おかしいな。はい、こんな感じですね。なんかこう雨宿りできるね、こうトンネルみたいのがあったので休憩してます。ここね、山頂付近だと思うので、あの雨がね降ってるというか、まあ、天候があんまり良くないんだと思うんですよ。で、これ持ってきて本当に良かった。これね、あのカバンにこうやってピタッてくっつけられて、あの手が離してもね、こう固定できる傘なんですよ。これも、いつかこうクラウドファンディングでね購入したやつなんですけど、これ持ってきてよかった。一応これをかけながら、下りはね下ってきました。まあびしょびしょなのは変わんないんですけども、それでもね、あるとないとでは全然違うと思います。で、どうだろう、こっから止むかどうかわかんないんだよな。今ここが、携帯圏外なんですね。なので天気予報とかが見れないので、あ、今でも少し小ぶりになったな。多分この山頂付近はずっと天気が悪いと思うので、できればパッパと下りたいです。あと問題なのが、もう水がね、よいしょ、はい、ここのね水なんですけど、もう上りでほとんど飲み切ってしまって、あと一口分ぐらいしかないんですよ。ちょっとそれが怖いので、なるべく早くね下りたいです。はい、でちょっとここはね、カメラは撮影せずに、一気に下っていきたいと思います。はいはい、ただいまちょっと休憩中です。今ね12時43分、ずっと上り坂を登ってる最中なんですけども、一回雨が強くなったんですが、すぐにまた小雨に切り替わってね歩けるようになりました。でもね、これよいしょ、これわかるかな、ずっとね歩く場所にね、雨がもう流れ落ちてきてるんですよ、坂道なの で、 でここをキックボードを押しながらね登っていくのが結構大変です。でも、この伊豆大島のいいところはこうやってね車がほとんど通らないです。登ってきてる最中で 3,4 台かな、で向こう側からね来たのが1台ぐらいなので全然車が通らないです。まあ、最初だけバス、観光バスにね4台ぐらい乗っかりましたけど、それ以降はあんまりね車通らないので、そういった点では安心してね、道幅歩いていけるかなっていう感じがします。でもう少しね登っていけばおそらくずっと下り坂になると思うので、無理せずに行きたいと思います。この雨の中ね汗だくです。風呂入りたい。どっかねシャワーとか入ったら一回シャワー浴びたいね。よし、じゃあもうちょっと頑張ります。ふい、ここが月と砂漠ラインか。Been there.
来たなよし、はい、筆島に到着。あれかな、あれ筆島、あともうちょいだな。でもよかった、こっちのね方ね別に風が強いわけではないのでテントは張れそうです。もうちょい頑張ろう。Something is wrong with the way, and I don't know why.